魚なんでしょう。これは魚のモニュメントですね。海の駅に来ております。この蜃気楼の見える地なんですけれども、高波に襲われたというのは去年のですね、台風24号か、あの時ここら一帯がですね、水浸しに海水でなってしまいました。その影響なんでしょうか。この鐘がね、こうやって降っても中のこの振り子というのかな、あの音を出すところがもうなんか塩で固まってるんでしょうかね、音が鳴らないということで、市民の方からですねご指摘を受け、即今現場を確認しに参りました。せっかくのね、平和の鐘というか、まあ大津を思う気持ちを込められた平和の鐘ですね、これね、はい、平和の鐘です。蜃気楼